猛者が友を求めておるようだ。 今度は光輝く美しい石を送ってくださいました。
願いが叶う石だとか。ですが、この石を見ると胸騒ぎがして、望みに身を任せるのは何とも薄気味悪くて。 争いは終わらない。人が人たる限りは、それが世の理なのでしょう。しかし、あなたの身には人の業さえ超える力が秘められているはず。 強く息を止め命じた兄と姉、その二人も今や炎の中に倒れた。これ以上の悲しみは破滅へと私を誘うやもしれません。 どうか、ご無事で。